今日暑いの中、この真夏の暑さで、まあ七五事件1周年のデモ参加いただき、誠にありがとうございます。心から感謝しております。今日先もたくさんの方らと話したら、もう1年経ったねと。そうです、1年も経ちました。この1年間、この平和の日本では私たちにとってはとっても早い1年だ。日本に参りました、アレチャと申します。皆様のご存知の通り、中国共産党は私たちウイグル、チベット、内モンゴルと地域、この、集まり、あるいはデモも何回目かということで、私から改めてこの趣旨を申し上げる必要はありませんけれども、今ちょうど7月11日総評日と。